Okay. I'm running out of Prima Gems, and I want to roll more in Kokomi. So I'm gonna do the last resort I only have. I'm lagging! So, もうずいぶん長いことヤエドに行ってないよな。 何か面白い新刊が出てるかもしれないぞ。それに前にエイと一緒に読んだあの本も結構面白かったし。どうやら本当に知らないみたいだな。これは巷で最近流行ってるおまじないだ。かなり効果が期待できるらしく、願い事が何でも叶うと言われてる。なんなら他の人にも聞いてみたらいい。 ここ最近、このおまじないで願いが叶ったやつがたくさんいるから。本当か？じゃあ近くの人に聞いてみようぜ。だってそんないいおまじないがあるならもらおうって。いやいや、お前の家族を探すのにだって役立つはずだろ。ほらほら行こうぜ。I'm so quick to say her intentions. Oh, yeah. Miko! Yokatta! Jinja ni itan da na! Oh, yeah. Wappa dewa nai ka. Chōdo yoi tokoro ni kita. Warawa no tokoro ni omoshiroi shōsetsu ga atte na. Nanjira mo yonde minu ka? My god, I really cannot get enough of Sakurai Ayane's voice. Hou? Warawa ni kikitai koto ka? なんじゃ? 実はさっき… って、あれ… ミコ、今忙しいのか? 別に大したことではない。 八重宮司様、大したことないだなんて… お願いします。どうか、私の兄をお助けください。 まあ、本当に大したことではないのじゃが… なんじらが気になるというのなら… こやつにもう一度説明させよう。お二方は宮司様と交友のある方とお見受けします。どうか宮司様に私の兄を救っていただくよう説得していただけないでしょうか。 How about no? 申し遅れました。私は加藤陽平というものです。私の兄慎吾は剣術家を志しており、かつては明鏡止水流の師範であるドモンさんの弟子として従事していたこともあります。 Do we know him? 邪気などそう滅多にあるものではない。汝の兄は、かねてより抱いていた目的を果たしたことで、心が空っぽになったのじゃろう。それも人の差がというものじゃ。わらわの見立てでは、そのまま何日か放っておけば、勝手に治るはずじゃ。いえ、宮司様、それは違います。その目で直接見ていただければ、きっとわかるはずです。あれは、 絶対に目的を果たしたからとか、そういった理由でなるような状態ではないと。はあ、わかったわかった。では聞くが、汝の兄はいつドモンの弟子と勝負したんじゃ。確か5日ほど前です。5日前か。ですので兄がおかしくなってからもうだいぶ日が経っています。私は心配で心配で。 私と兄の最大の願いは、いつかドモンさんのような立派な流派を作ることです。私たちの夢がこのような形で崩れ去ってしまうなど、I really don't remember this character. まあ待て、汝は兄を助けたいのか、それとも夢を叶えて流派を作りたいのか、どっちなんじゃ。それは同じことでは。 最近何かおかしな噂を聞いたことはないか? もし心当たりがあったらわらわに話してみよう。 噂を? 聞いていません。 そうか、それは残念じゃな。 宮司様、話をすり替えようとするのはおやめください。 兄の命に関わることなんです。 どうかお力添えを。 ミコ、この人声が震えてるし。 お兄さんの方も深刻そうだぞ。手伝ってやれよ。はあ、そうじゃな。ならばこうしよう。ミコ、手伝ってやるんだな。 Don't tell me he's gonna
She's gonna put it on us. その加藤なんとか兵とやら、実はこの二人の客人はわらわと窮地の中でも、I knew it. こういったことを解決する専門家なんじゃ。邪を払うなどお手の物じゃぞ。本当ですか？I don't know. なんじゃその疑うような言い方は。助けを求められたからふさわしい人物を紹介してやったというのに。God damn. よもや They don't know the traveler. 言うのか？いや、信じます。宮司様がそうおっしゃるのでしたら、もちろん信じますとも。お二方とも感謝いたします。私についてきてください。おい、何考えてんだよ、ミコ。ジャを払うなんてことをオイラたちにできるわけないだろ。問題はない。ジャを払うなぞ。塩をひとつまみしてから適当に何かとない。それを一息にまけばいいだけじゃ。娯楽小説でもよくあるじゃろ。大事なのは勢いじゃと。物語の主人公がそう言えば大抵の問題は解決する。じゃがあの者のことを心配しておるのは何時らじゃろ。それをわらわに押し付けようとするのはいかがなものかな。それに何時らが鳴神大社を訪れたのはわらわに聞きたいことがあったからだったはず。多少はわらわのために誠意を見せてくれてもよいのではないか。いや、なんだか釈然としないけど妙に説得力があるな。 What do you expect from the cunning fox? さあさあ早く行くんじゃ。それに心配はいらぬ。わらわもついて行ってやろう。わかった。じゃあ傭兵のお兄さんのところに行ってみよう。あれが傭兵のお兄さんか。おお。What's that on the right? Was that a hilly chair? 滝に打たれながら瞑想するなんてすごくワイルドだな。お、なんかブツブツ言ってるぞ。寒い、もう無理だ、ダメだ、助けてくれ。あ？どうだ、感じたか。さあ、感じるんだ、この男らしい気迫を。What do you mean? He was mumbling earlier. 設立するだと？実に浅はかなり。男たるもの、そのような志を持つなど、馬鹿げている。もう勘弁してください。お願いします。He's possessed. All right. 気迫も何も、もう温度すら感じません。おい、聞いたか？よくわからないけど、助けを求めてるぞ。Put the salt in, goddammit.おやおや、なんとも哀れじゃの。傭兵、何時の兄はもう虫の息。最後の力を振り絞って何時に助けを求めておる。どうしたものかの。そんなの私にはどうしたらいいのか見当もつきません。わらわの目には、慎吾は何時に大きな恨みを抱いておるよう見えるが、これは一体どういうことじゃ。知りません。私は何も知りません。Stop lying, stupid. 知らぬ。じゃと。何時の兄がどうしてあのようになったのか、何時は誰よりも知っておるのではないか。傭兵、よう考えて話すことじゃ。これは生死に関わることじゃぞ。Whoa. それは。I've been seeing that kind of eye motion. 最も身近なものの様子がかようにおかしくなれば、何時が真っ先に気づくはずじゃ。じゃがわらわに助けを求めに来たのは、ことが起きて5日も経った後。これでもまだ何か隠し通せるとでも。My God, that's nice. そうか。本当のことを口にしたくないのなら、それでも構わぬ。じゃが。信吾が死した後は何時の番じゃぞ。たとえ地の果てまで逃げようとも、あやつは何時の背後につきまとうじゃろう。なぜならあれは何時らが呼び出したものなのじゃからな。
Oh, we're gonna kill some NPCs? 何でも言います。私の兄はまじないで願い事をしたんです。ある願いを叶えてもらおうと。そうです。最近巷で流行っているそれです。真夜中に呪文を唱えれば願いが叶うという。私と兄は本に書いてあった通り陣を書き、真夜中に裸足でその中に立ちました。そして呪文を唱えると陣の周りが光り出したのです。兄は剣術家になることを願い、これまでなかった剣の才能を手に入れました。しかし同時に性格まで変わってしまったのです。それは兄が元に戻ればまた剣の才能がなくなるのではと思ったからです。しかしそれでは我々の流派を立ち上げるという計画が頓挫してしまいます。そうなれば私たちは一生貧しいままです。だからまずは道場を開き、今まで借りたモラを返し終わるまでこのことを隠し通そうと考えました。じゃあなんで鳴神大社に行ったんだ。兄があのような状態では何か触れてはならぬ禁術を使ったのではと噂が広まることでしょう。そうなれば誰も弟子入りには来ません。 What a bunch of hypocrites. でも宮司様であれば剣の才を残したまま兄を元に戻すことができるのではと。たわけが、それで丸く収まるとでも思うたか。そんなものは愚かな妄想に過ぎぬ。あやつが見せた剣の才は、He didn't earn it. あやつ自身のものではなく、あやつに取り付いた亡霊によるものじゃ。It's not given, dude. It's earned. 申し訳ございませんでした。もう、You trained for it. さて、ここからは何時の出番じゃ。わっぱよ、塩を巻いて剣を抜くがよい。No, Tommy's gonna possess the traveler. No way. Oh, Nobus, Kairaki. Bakemono! Bakemono da! Yoku mirenja. Are koso ga nanjira no obiki yoseta mono. Shingo no isuki wa mou nai zo. Hore, nanji ni mukatte kite oru.お助けを、お助け、気絶したぞ。ミーコ、どうするの。What's with the traveler? どうもせぬ。わっぱ、やつと戦ってくるんじゃ。貴様も、武に秀でたものか。荒川浩司。いざ尋常に勝負せん。来たぞ、気をつけろ。ここだ。いいぞ、実に素晴らしい。こんなにも痛快なのは久方ぶりであった。おお、He's a very cool dude. なんか満足したみたいだったな。おいらもうわけがわからないぞ。何が起きたのか、お前はわかったか。この件については後で話そう。ほれ、こやつらも目が覚めたようじゃ。どうして俺はここに。傭兵、傭兵か。あれのせいで化け物をおびき寄せ、兄さんは体を乗っ取られたんだから。その通りじゃ。わらわたちが手を貸していなければ、何時は命を失っておったじゃろう。そして今度は汝の弟に取り付き、同じように衰弱させ、いずれ死んでおったはずじゃ。宮司様、God damn. 本当にありがとうございました。お二方にも何とお礼を申せば。もうよい。兄を連れ帰り休ませてやれ。何日も取り憑かれておったんじゃ、衰弱しきっておる。これから高熱が出るじゃろうが、命に支障はない。いいか、これは代価じゃ。横島な方法で自らに属さぬ力を手に入れようとすれば、どのような結末が待っておるか、もう説明しなくてもよいな。はい、承知しております。もうこのようなことは
二度としません。さあこれで一件落着じゃ。そろそろ行くぞ。ちょっと待てミコ、一件落着って本当にそう思ってるのか。そうではないのか。ふむ、あやつらが使ったまじないの書かれた本のことじゃな。それならわらわも知っておる。実は今日そのことについて聞きたくてお前のところに来たんだ。その本に書いてあるおまじないが今稲妻ですごく流行ってるらしいんだよ。人間はわらわたちあやかしのように法力があるわけではない。まじないや怪異などに興味をそそられるのも至極当然のことじゃ。大事なところはそこじゃなくて、それに書かれたおまじないが本当に霊とか魂を呼び寄せてるってとこだ。もうたくさんの人がそのおまじないを試してる。残念じゃが人間の力には限界がある。たとえまじないを使って霊魂を呼んだとしてもそう長くは体に取り付くことはない。大事には至らぬはずじゃ。だったらその本は誰が何のために書いたんだ。これってこの先も人に害を与えるものなんじゃないのか。お前はどう思う。そうだな、娯楽小説のことならもっと興味を示してもおかしくないはずだろ。なのにあの本のことは話したくないみたいだ。八重様、ここにいたのですね。あ、黒だ。どうしてここへ。今月の八重堂の売り上げを報告しに参りました。こちらが小説の売り上げです。内容は分析済みですのでご確認お願いします。どれどれ。何、売上1位の座が奪われたじゃと。オーノー。はい、総合売上、読者が選ぶ一番好きな小説流行番付、どれも1位の座を奪われています。すべてあの新生誕生日に負けてしまいました。わっぱよ、こっちへ来い。え、どうしたんだそんな顔して。なんだか怖いぞ。新生誕霊筆記の人気が全体的に八重堂の小説を超えておる。これは由々しき事態じゃ。 Oh, okay. This is what the memes are referring about. そんなこととはなんじゃ。わらわが苦労し押してきた力作があの本に負けておるのじゃぞ。これは耐え難き問題。何か対策を考えねばならぬ。何じらも手伝え。なんで急にオイラたちに。 It's like Traveler doesn't want to involve at all. パイモン、何じはさっきこの本は誰が書き、そして人に害を与えるのではないかと心配しておったじゃろ。稲妻の人々の安否に関わることは何じらにとっても大事ではないのか。This bitch trying to blackmail me. すごく筋は通ってるけど、なんだこの違和感。気のせいじゃ、何も間違ってなどおらぬ。とにかく戦の始まりじゃ。わらわは先に戻って準備をする。八重堂の前で落ち合おうぞ。ミコ、来たぞ。それで新生探偵筆記の対策を練るにしても、これからどうするつもりなんだ。ふむ、当ててみるがよい。解決の糸口は八重堂と関係しておる。プロモーションね。あ、わかった。八重堂の名前とミコの影響力を使ってみんなにこの本に書かれたおまじないの危険性を伝えるんだろ。 That won't work. ほう、まさかこんなにも早く。ハズレです。ハズレを言うとはの。 Yep. Yep. That's just my man. I knew it was wrong in the first place. 違うのか。新生探偵筆記は今や稲妻で最も流行しておる娯楽小説じゃ。わらわたちがそんなことをしてしまえばまじないの効力を裏付けるのと同じこと。老して忠告しても結局は好奇心が勝り
試す輩が増えるじゃろう。そうすればこの本の売り上げが止まることもなく、人々に買われ続ける。あれや、それじゃあダメだな。No. You're gonna tarnish the reputation of the Yayoi Publishing House. No. 一冊の娯楽小説のためにそのような騒ぎを起こせば、人や資源を無駄に費やすこととなる。それに稲妻で安寧に過ごしておる人々もきっと混乱するじゃろう。だったらもう方法なんてないんじゃないか。いいや、方法がないなどとわらわは一言も言っておらぬぞ。神聖探偵筆記はわらわも読んだ。まじないのことを抜きにしても実に面白いものであった。古今東西のあらゆる怪談について熟練の手法で物語が描かれておる。人気にはそれも一役買っておるのじゃろう。もしここ最近の娯楽小説の中でそれを上回る作品がなければ、その勢いを止めることも難しいはずじゃ。そう、流行にとって変わるのは新たな流行しかない。That's the usual answer. つまり我々たちで新たな人気娯楽小説を作るのじゃ。正々堂々と売り上げで相手を倒し、人々の注目をこちらに集める。それこそが我々の戦い方じゃ。 What kind of novel is she gonna have there? Traveler and A? それにこの方法を使えば、神聖探偵筆記のもたらす影響を最小限に抑えることができる。ちょっと待った、娯楽小説を書くのか、オイラたちが。もちろん小説は一朝一夕で書けるようなものではない。じゃがわらわは八重堂の編集長、わらわなりの秘策がある。さっきも言ったが、作るのはわらわたちじゃ。共同創作という言葉は何時も聞いたことあるじゃろ。とにかく八重堂が主催する小説の公募もまだ締め切られておらん。まずは読者の好みについて情報を集めてきてくれぬか。今の流行を把握した後また話し合おう。一通り情報が揃ったら雨遊亭に合流じゃ。わらわも人を集めておく。食事をしながら仕事をするとしよう。ふむ、来たか。まずは何時らにわらわの集めた人員を紹介しよう。なら次は何時らの集めてきた読者が求める作品について話してもらおうかの。ふむ、見たこともない設定、展開の早い物語、綺麗な挿絵に爽快感か。確かにそれら要素のある小説は売り上げが期待できるじゃろう。じゃがそれよりも重要なのが、作品に描かれる現実感を伝えられるかどうかじゃ。たとえ娯楽小説であってもな。A big truth. だんだん分かってきたけど、結局どうやって書けばいいんだ。The traveler. 見たこともない設定って言われても、どんな設定にすればいいかわからないぞ。Traveler. その言葉を理解する前に、まずは自分の読者層を把握する必要がある。例えば神聖探偵筆記、わらわにとっては陽子など知り尽くしておるものじゃ。じゃが人々には目新しいものとして映る。これが作者と読者の間にある情報の差じゃ。 It's easy to have the traveler as the subject. わっぱよ、何時は旅人として稲妻の人々が知らぬことをあまたと知っておろう。 Oh my god. 何時にとって見慣れたものでも、人々にとっては全く知らない、見たこともない設定になるはずじゃ。そういうことか。じゃあモンドとリーユへのことで何か思いつかないか考えてみようぜ。でもそれだと神聖探偵筆記と違う感じの小説になっちゃうけど。 Yeah, it must be a different genre. 問題ない。何も神聖探偵筆記と争うことだけを考える必要はない。何時らはただ自らの経験や興味深い話を提供するだけで良いのじゃ。それが面白いものであれば、
ここにいる専門家たちが自然とより良いものに仕上げてくれるじゃろう。よし、じゃあまず第一章の内容から考えようぜ。何かいいアイディアはあるか？Oh my god, the dragon and the grand adventure, that's so bland. This one is so bland. This one kinda eh? And this one... Encounters with an airborne emergency rations. Yep, this one. Yes! 異世界で空飛ぶ非常食とは一体どんな味でどう調理するのだろうな。こういった物語の始まりは読者の興味を引くことができる。料理を題材にした作品を甘く見るでないぞ。食とは誰もが興味を持つ分野じゃからな。おい。Yes. 悪くないな、わっぱよ。自らの経験のみだけでなく、どうやら何時も娯楽小説をよく読んでおるようじゃ。どれも要点を押さえておる。みんなはどう思う？これらの考えから面白い物語は作れそうか？はい、大丈夫だと思います。ついつい設定を複雑にしてしまうのが僕の癖ですが、この状況ならぴったりかと。なら良い。 That's a good one. 第一章はこれで進めるとしよう。次は第二章じゃ。まだ続けるのか？読者というのは読むのが早いんじゃ。苦労して人気を得ても続きが出なければすぐに離れてしまう。じゃからほれ、第二章を作るぞ。第二は。それに里見も待っておる。あ、どうしたんだ？眉間にシワが寄ってるけど。はあ、初心者ならではの発想で良い案がまだまだ出てくるかと思ったが、まさかこんなにも早く、それが訪れるとは。Where's... どういうことだ？ What the hell? これは、スランプという名の魔王じゃ。Oh, yes. 突如として現れる生涯の敵。作者に死と同等の苦しみを与え、魂を売ってしまいたくなるほどの絶望を与える。 Oh my god, I just watched Saikano recently again. And oh my god, it just went full circle for me. なんとなくわかるような。こういう時は美味しいものでも食べて心を落ち着かせるに限る。天使よ、油揚げを一つ。それとこやつらに串焼きを頼む。味付けは普通でよい。安心せ、わらわのおごりじゃ。おごり？そういえば、オイラたちこんなに頑張って小説を作ってるんだし、もちろん原稿料はもらえるんだよな。当然じゃ、創作に参加した全員にあるぞ。やったー、よし、早くスランプを退治しろ。オイラたちの原稿料のためにも頭をフル回転させるんだ。モーラ、aha, this is where Leeway comes in. お、何かひらめいたのか？ No, definitely not this one. Definitely not. I turned into a J.F. Bishop hatchling. How did that come to?Try not to be restless. どれどれ？ Leeway にたどり着いた主人公は、モラを払えずにいる男性と出会う。しかし、後にその人物が、かの有名な元王帝君だということを知るのであった。We're not supposed to, give away Zhongli's identity.But still. 七星の助力と千人の加護、そして広大な大地を自由気ままに旅をする。これが俗に言う爽快感ってやつか？ふむ、わらわの評価は98点じゃ。Oh my god. 爽快感があり、これといった欠点もない。
それにかの帝君にまつわる伝説は数多くある。あ、人々の興味を引くことじゃろう。 This is I have talent for light novels. 市場価値はある。良いじゃろう。そうか、勝利が気にしないといいんだけど。 He will mind. よし、これで里見も物語が書けるじゃろう。 Who's that other one? お任せください、八重様。 Who's that other one?There's another NPC that's just looking at us. 第三章は稲妻の物語を書くぞ。この章はわらわが手伝おう。メガリレーや抵抗軍を参考にしても良いじゃろうな。Oh shit! 何か案はあるか？ Oh shit! Starting as a resistance soldier in there. Eh? Why does this sound like... No, chapter 1. Starting as this one. ふむ。何時にぴったりな物語じゃな。事実とほとんど相違ない。I'm running alone. 大丈夫じゃ。稲妻で起きたことならば、少し現実味を加えた方が読者の気も引きやすい。We'd have more chapters if Sumeru was out. わらわが何時にお守りを授けたところは、少し改変する必要がある。Uh-huh. 不思議な狐お姉さんは、主人公に願いを叶えるおまじないを教え、主人公はそれを頼りに雷電将軍を打ち倒した。これに変えるとしよう。Would A be happy with that? それって神聖鍛錬筆記のおまじないと真っ向勝負するってことか？そうとも言える。主人公が呪文を唱えるところは物語が出来上がった後、わらわが直々に書き加えよう。でもこれで大丈夫なのか？ Hell yeah. 本当に神聖鍛錬筆記に勝てるのかな？内容はこれで問題ない。じゃが、宣伝がまだ足りない。I knew it's gonna be about the traveler. I knew it. 挿絵を描いてもらおう。無論、神聖鍛錬筆記に負けぬものをじゃ。それから帯の推薦文は、最近話題のひなさんに書いてもらおうしよう。Oh my god. 彼女は月刊漢字に設けてある、読者質問欄の専属作家じゃ。Oh my god. 稲妻の人々にも人気がある。ゴロ。皆が捜索しておる間、何時はしばし休むとよい。それと、八重堂でひなさんに推薦文を書いてもらうよう依頼を出しておいてくれぬか。原稿が完成したら、小説を提出する場所で落ち合おう。Oh my god. え？ Is already complete? それではこちらの作品を提出ということでよろしいでしょうか。署名は旅人の奇妙な冒険、作者の筆名は千寿斎で問題ございませんね。変な筆名、多分ミコがつけたんだろうな。これまでの付き合いでミコのセンスが分かってきたぞ。I don't actually. 何もおかしなところなどないじゃろう。わらわたち全員で完成させた作品じゃ、ぴったりな筆名じゃと思うぞ。では至急こちらを印刷し、稲妻各地で試験販売をいたします。具体的な売り上げは3日後にお伝えできるかと。どうしよう、おいら緊張してきたぞ。本当に大丈夫なんだよな。 Yes, professional. Professional. その通り。自分の作品に自信を持ってこそ娯楽小説作家というものじゃ。あなた方の登録は済みました。3日後に結果を確認しに来てください。ご応募ありがとうございました。皆様の小説が売れることを祈っております。あは。3 days! 3 days! Already here? あ、お待ちしておりました。皆様にいいお知らせがあります。先日出版された娯楽小説の売れ行きが好調で、複数の書店よりいつ重版されるのかとお問い合わせが殺到しております。やったぜ。あーはあ、うん、かなり売れてはいるみたいだけど、あんまり実感ないな。これで本当に効果が出てるのか？安心せ、変化はすでに生まれておる。ほれ、周りの者の声に耳を傾けてみよう。以前と違うじゃろ。なあ、今流行りのおまじない知ってるか？
真夜中に神聖丹霊筆記に書いてある呪文を唱えると願いが叶うっていう。ああそれね、前に流行ってたやつでしょ。あれならもう古いよ。周りでもそんな話をしてる人なんていないだろう。今流行ってるのは狐お姉さんの秘伝術さ。 What？ その呪文だったら僕ももう覚えたよ。そうなのか。 I'm not happy with that。 だったら俺も準備しとかないと。どうじゃ、安心したか。 No。 本当だ、みんなの興味がオイラたちの娯楽小説に移ってる。 Yeah, away from that into a new one. That doesn't really change anything. でも、あいつらの言ってた無月の夜って何のことだ？ A new moon, eh? 物語を考えた時にそんな設定はなかったはずだよ。 It's a new one, obviously. この先とても重要になってくるものじゃよ。さて、この勝負もそろそろ次の段階へと移る頃合いじゃろう。あれ？次の段階なんかあったのか？当然じゃ。小説が存在するということは、それを書いた者もおるということじゃからな。いや。なあ、確かにそうだな。そいつを放置したら、また次の神聖丹霊筆記が出てくるかもしれない。それに、あの小説を書いた理由も調べないと。うむ、では取り掛かるとしよう。この小説を書いた者についてはすでに特定できておる。友幸という名の不幸な小説家じゃ。じゃが、わらわたちがそやつを見つけたとき、その小説について全く覚えがないと言っておった。そう、そやつもかつて取り憑かれておったのじゃ。しかも自らの意思ではなく、霊魂側からの干渉でな。話を聞くと、当時投稿した小説が失敗に終わり、途方に暮れながら一人で荒海の近くを歩いておったらしい。失意の果てに、誰でもいい、俺にすごい小説を書かせてくれと言葉にした瞬間、意識を失ったそうじゃ。でもその小説を書いた霊魂はもうそいつから離れてるんだろ。 I don't think so。 どうやって探すんだ。そんなのは簡単じゃ。あやつは小説の中で降霊術の呪文を書いておった。それを使って呼べばよい。わっぱよ、また何時の出番じゃな。何を言うておるのじゃ。面白いのはここからなんじゃぞ。 Wait. ミコ、ここってどこなんだ。例の作者と握手会をするのに一番適した場所じゃよ。わらわの調べによると、ここはあの霊魂を呼び出せる可能性が最も高い場所のはずじゃ。本当か。でもここめちゃくちゃ不気味だぞ。怪異に関することじゃからな、こう不気味なのも仕方あるまい。もうすぐ神聖丹霊筆記の作者が誰かわかるんじゃ。ワクワクしてこぬか。 Not really, no。おいら、確かに心臓がバクバクいってるけど、これって本当にワクワクしてるからなのか。ああ。では行くぞ。おい、待ってくれよ。おいら、やっぱり怖い。ちゃんとくっついて歩いてくれよ。やえ、イエヘイ。I need to find treasure. Where the treasure? Oh god. 変な絵だな。What the fuck? ミコ、何が書いてあるかわかるか？ふむ、昔の稲妻の景色じゃな。え？すごくよく書かれてるけど、なんか不気味で怖いぞ。あれ、絵にサインが書いてある。なになに？落斎？よく見えないな。さあ、中に入るぞ。Hello, motherfucker. Did I just go back? God damn it, I went back.
か？それに変な形の椅子だな。何に使うんだろう。ふむ、なるほど。この配置は都合が良い。手間が省けそうじゃな。よし、何時らは辺りを探索してみてくれぬか。この部屋を動かす仕掛けがあるはずじゃ。 I'm kinda lost. Now how do I get the fuck up there? Hey, what the fuck are you doing? You're not allowed in here. There's still more? Oh my god. Huh? I'm confused. I'm so confused. Where the hell did I come from? I don't know what to do. Oh. Oh, we're back.Where did we sit? さっきオイラたちが見た絵だ。壁が回転してこっち側に回ってきた。いいよ、ケーブキビで怖くなったぞ。この場所って一体何のためにある場所なんだよ。さて、ここからはわらわがヨーコの秘伝術を紹介してやろう。この絵は略式高齢媒介といって、多くの面倒な手順を省くことができる優れものじゃ。薄暗い鏡面にはかつての情景が映し出され、それに心を揺さぶられた霊魂たちが引き寄せられる。さて、次は何時の出番じゃ。ほれ、わっぱよ、ここに座るんじゃ。 Surely not planet. 高齢儀式とは、No. 霊魂を生きた者の身に憑依させることじゃ。 In other words, us? 何時もあの鬼族の武士を見たじゃろ。人間の体から離れた状態ではその場に存在できる時間は限られておる。 What does that mean for me? でも、霊がこいつの体に憑依するなんて本当に大丈夫なのか。 I know, right? やけにわっぱを心配するのじゃな。まったく羨ましい限りじゃ。はあ、わらわの友人もそのような優しき心を持っておったらどんなに良かったことか。わっぱや、怖いか。大丈夫じゃ、すぐに終わる。なに、夢だと思えばいい。椅子に座り、心身ともに落ち着かせ、あの絵を見るんじゃ。緊張せず自然体でよい。 Oh no, what's gonna Oh no. なんかまるで絵の中で座ってるみたいだ。あれ、オイラの錯覚か。今絵が動いたぞ。呪文を念じるんじゃ、わっぱよ。それと強い思いも必要になる。何を思えば神聖探偵筆記の作者が出てくるか、何時ならもう分かっておるじゃろ。小説に関することだよな。その通りじゃ。じゃが、より現実味を与えるために少し背中を押してやろう。先生、小説の売れ行きが良好なのはいいことじゃが、いつになったら第4章の大枠が完成するんじゃ。Wait, you mean Sumeru, right? God damn it! Oh. Oh, the traveler should have. Yeah. The traveler should be able to talk now. Now that's big poggers. Can Aether talk now, please? Can we get talking Aether, please?What? What the fuck? まさかこの高齢儀式をわし自身に使われる日が来るとはの。ふん、またも小説を書いてほしいという願いか。なんじゃい、この時代では小説が流行っておるのか。やっと見つけたぞ。お前が神聖探偵筆記の作者だな。お前が小説に書いたあの呪文、一体何を企んでるんだ。ほう、なるほど。はっはっ、道理で懐かしい気配がすると思ったら、
わしを捕まえるための罠じゃったか。God damn it, Aether could have talked. あれをやった意図とね。もちろん呪文の力で、あやかしの亡霊を大地へと呼び戻し、稲妻に血の雨を降らせるためじゃよ。はあ、なんだって？やっぱり、そんな恐ろしいことを企んでたんだな。こうも簡単にこのわしを体に憑依させるとは、考えが甘いの。ほう、こやつの体からとてつもない強い力を感じるぞ。よい、実に素晴らしい。この力があればわしの計画を止められるものなぞおらん。Oh no. おい、早く目を覚ませ。そいつの思い通りにさせるな。無駄じゃ。どんなに叫ぼうと、こやつは大きい。この体はもうわしのものじゃ。So annoying. おい、起きろって。そんなやつに乗っ取られちゃダメだ。ミコ、どうにかしてくれって。ミコ。No. No, no. え？え？まったく、うらくさい。さすがは汝じゃ、察しがよい。はっ、高みの見物をしおって。さっきの目くばせは、わしにこれをやらせるためだったのじゃろ？これ見たことか。そこの飛んどるおちびちゃんを怖がらせてしまったではないか。かわいそうに。何を言うておる。さっきまであんなに楽しそうに悪役を演じておったじゃろ。すべてわらわのせいにする気か。 I swear, if Horie Shun did that, holy fuck. 裏臭い？ミコ、もしかして知り合いなのか？へっ、知り尽くしておるわい。では改めて紹介しよう。こやつが神聖探偵筆記の作者、裏臭いじゃ。いや、より正確に言うと、裏臭いの記憶じゃな。記憶？レイコンじゃないのか？まあ、レイコンも記憶ももともと血脈から来る同種のものじゃ。先日、獣域ハウンドが神王の根に噛みついた剣を何時も覚えておるじゃろ。その時、血脈から溢れ出る人間の記憶を何時らは見たはずじゃ。人間のものがあるなら、あやかしもまたしかりじゃ。生前あやかしは法力を有しておる。たとえ昔日の幻影であっても、姿を現すかどうかを意図的に制御することができる。そして一般的に人間の記憶よりも長くこの世に残ることが可能じゃ。そうじゃ。九段の小説もわしが神王の根の近くをさまよっておったら、たまたま叫び声を聞いたのが発端でのう。確か誰でもいい、俺にすごい小説を書かせてくれと言っておったか。で、気まぐれにそやつの体に入り、代わりに書いてやってんじゃよ。そうだったのか。でも、なんで本の中に恒例の呪文なんか書いたんだ？ふん、自慢じゃないが、わしは生きておった頃、一世を風靡した大妖狐での。わしの記憶は人間の体に入ることができるんじゃ。ただ小さなあやかしではそれができぬ。そこであの呪文じゃ。あれを使えば誰もがこの世にしばし戻ることができる。さすれば未練を晴らすこともできるじゃろう。え、でもこやつは
ナンジラのその行為が人間に迷惑をかけておると言いたいようじゃ。はは、迷惑とはわしらが去る時に夢が終わってしまうことか。あった、それと熱が出てしまうこともそうじゃったか。人間はわしらのような妖力を生まれつき持っておらん。自分たちの手で運命を変えられる点こそ人間の最も誇れる点じゃとわしは思う。他の者の力に頼って努力をおろそかにするなぞ、痛い目を見て当然じゃ。むしろわしは人間のために貢献しておると思うぞ。そうじゃろ、ミカ。わらわもそう思う。わかったよ。Okay. おいらもなんだかそんな気がしてきたし。裏臭い。何時に残された時間はあとどのくらいじゃ。そう長くはない。みんな同じじゃ。わしらは来た場所へと帰らねばならん。じゃが満足しながらもみんな思わず口にしてしまう。もう一度百鬼夜行をやりたいと。裏臭い。そのことなら安心せ。わらわがすでに手を打っておる。わらわの鈴の音が響く頃、それは無月の夜が降臨するとき。え？そいつはいい。素晴らしいぞ。おっぱれじゃ。ミコ、その時が来るまでわしは力を温存せねばならん。昔話もここまでじゃ。わしは帰るぞ。うむ、行くがよい。巫女よ、一つ聞くが、今日まで元気に過ごしておったか。当然じゃ。それはもう日々を楽しく過ごしておる。特に近年世に娯楽小説なるものが普及した。それだけでない、おせっかいな二人の異教人とも出会えた。それにあの頑固な A もようやく少し融通が効くようになったしの。あはは、ほっほー、そいつはいい。素晴らしいわい。裏臭い。何時もきっとこの時代を気に入るじゃろ。何時のように物語をかけて絵も描ける人物は八重堂の主力となれるはずじゃ。わらわが直々に原稿を催促するほどのな。 What the hell is this? Is this some Saikano episode in the engine right now?消えた。意識ははっきりしておるか。さあ、前にもやったようにわらわの後に。ほう、わらわが言うよりも先に答えるとは、どうやら頭に支障はなさそうじゃな。 I don't know which one was it. どうじゃった、初めて憑依された感覚は。そうかそうか、どうやら何時に事の一部始終を説明する必要はなさそうじゃ。裏臭いに負けを認めさせることができ、わらわも心がすっきりした。じゃからあやつらがやりたいと思ったことはわらわが代わりに叶えてやらねばならぬ。そうじゃ、あやつらは血脈を流れる記憶の一部に過ぎぬが、それでもきっと壮観なものになるはずじゃろ。ここまで付き合ったんじゃ、もちろん最後の儀式も手伝ってくれるじゃろ。おいおい、まだオイラたちをこき使うのかよ。 I'm becoming an errand boy again. さっき裏臭いと一緒になってオイラをからかったし、もう手伝わないじゃ。まあまあ、乗りかかった船じゃろ、最後まで手伝ってくれぬか。それにナンジラの原稿料はまだわらわの手元にあるんだぞ。 We need the more 原稿料。 Mine, it's mine.
完全に泥船に乗った気分だぜ。Oh! Oh, here it is. あんなに、あいつらみんな。そう、あやかしたちの記憶じゃ。長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。わあ、本当に月明かりが遮られた。 Oh damn, wow。 この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃが、ただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと、魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいなら、わらわと共に唱えるがよい。白身に申す。鎮魂のため。祝いたまえ。祝いたまえ。導きたまえ。本によると、今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白身に申す。鎮魂のため。祝いたまい。導きたまえ。かしこみかしこみ。かしこみ申す。裏くさい。何時は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが、今何時らが去るのを見て、少し寂しく思う。ほんの、少しだけじゃぞ。ふむ、わらわが想定していた通り、儀式は問題なく終わった。ご苦労じゃったな。ん？わらわは何ともないぞ。でもさっき様子が。大丈夫じゃ、何のことはない。わらわはまったく。ミコ、もし心からわらわのために何かしたいと思っておるのなら、思想でもおごってもらおうかの。お、わかった。今度おいしいもんをおごってやる。 Yes。うむ、であれば次に会うのを楽しみにしておるぞ。 No, don't tell me that's it. Oh, not yet finished. Why are there so many people here? 旅人の奇妙な冒険、まだ次の章は出ないんだろうか。ああ、もう待ちきれない。まさか本当に無月の夜にあんなものが現れるなんて。あの夜、陽光山の頂上に黒くて大きな雲が現れたよな。でも本に書いてあった方法で願い事をしても何も起きなかったけど。だな、
娯楽小説は所詮娯楽小説ってことか。あれ以来小説に書いてあるおまじないが全く入らなくなったよな。でも旅人の奇妙な冒険ならきっとまた新しい何かを生み出してくれるはずだ。あれ、ミコがいないぞ。店の外にいないってことは先に入ったのかな。お、店の中を探してみようぜ。 Can she turn into a fox, please? I wanna see if she turns into a fox, please. わっぱよ、来たか。ミコ、なんでオイラたちの到着を待たずに食べ始めてるんだよ。それはナンジラがおごってくれるからに決まっておろう。一番高い料理と一番うまい酒をタダでいただけるんじゃ。いても立ってもいられなくなるのは当然じゃろ。 Using our pay, huh? この二人を覚えておくんじゃぞ。会計はこやつらが持つ。はいよ。Oh my god, you big troll. どうしたんじゃ二人とも。早く席に着かんか。これを食べてみよう。西来島の近くにしか生息しない魚じゃ。釣れた後、夜通しで稲妻城へと運ばれてきたものじゃ。とても新鮮じゃぞ。もしくはこれを飲むか。こんな高級な名酒、普段では飲むのも惜しい一品じゃぞ。もちろん酒を飲まなくてもよい。果汁もたくさんあるぞ。We're 500 years old, damn it! 通り揃っておる。おい。ひどいぞ。 Just our pay. 前にここで原稿を書いた時はただの串焼きしか食べさせてくれなかったじゃないか。うん、そうじゃったか。はあ、それが何じゃ。この間わらわにおごると言ったのは何じゃじゃったろ。God damn it. それにわらわのような気品をもてなさぬのは心が痛むことじゃと思うが。でもこれってすごく高いんだろ。オイラたちが払えない可能性とか考えないのか。それなら大丈夫じゃ。問題なく払えるぞ。わらわたちが以前書いたあの小説、近頃また重版しての。Oh my god。 ナンジラの原稿料もたんまりと入ったのじゃ。なんだってまさか。あの時の表情、オイラたちを騙すためだったんだな。最初からオイラたちの原稿料を使うつもりだったんだろ。ナンジラの今の姿、実に滑稽じゃぞ。Can we ravage her, please? ああ、そうじゃ。この前の無月の夜、願い事をしても何も起こらなかったから、まじない系の小説はもう流行らなくなったそうじゃ。じゃから旅人の奇妙な冒険の最新章は新しい案を考えなくてはならぬ。You kidding me? The next chapter is Subaru haven't gone there yet. 頼んだぞ、先生。終わりか。God damn it. Yeah, 60 primos. Thank you for that. Thank you. I have nothing. Oh, finally. Emotional damage. I'm done.